8月19日 JP アセットスタジアム江戸川で第50回ポニーベースボール全日本選手権大会開会式が行われました。50回目を迎えた今大会には、全国から予選を勝ち抜いてきた過去最多の106チームの皆さんが参加しました。ようこそ江戸川区にお越しをいただきました。心より歓迎をいたします。先ほどの入場行進しっかりと見せていただきました。皆さんキラキラ輝いてかっこよかったです。ぜひこの大会でももっともっと日頃の練習の成果を存分に出して輝いていただければ、そういうふうに思っております。ポニーベースボール協会のメインイベント全日本選手権が始まります。しかも50回という記念大会です。皆さんの健闘を心から祈っております。私から一つ、失敗と書いて成長と読む。失敗は君たちの必ず成長の糧になると私は信じております。だから失敗を恐れずに思いっきりプレーしてください。東京都知事小池百合子でございます。選手の皆さんはですね、毎日練習を重ねて、そしてまた試合を重ねて今日この場に集まっておられます。苦しい時もあったでしょう。そしてまた悔しい思いもあったでしょう。でもそれをむしろエネルギーにしていただいて、ぜひ、優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。先生、私たち選手一同はこの節目の年である50回大会に出場できることを誇りに思います。これまで一緒に戦ってきた仲間たちと共に最後の1球まで全力でプレーすることを誓います。翌日から始まる試合に向けて気合いにあふれる選手たち、日頃の練習の成果を生かして全国そして世界へと羽ばたいてほしいですね。